認めてもらうために、うんうん、まあ、一生懸命頑張って少年院と一緒に、ね、早く出たい。最初はもうイケイケでしたね。もうお客様もブンバン入るし、歌舞伎町ちょろいなって思ったんじゃないですか。ぶっちゃけ思いました。でそっから何年ぐらいというか、どのような、そっからなんだかんだ4年、4年、はい、4年間、うん、認めてもらうために、うんうん、まあ、一生懸命頑張って、うん、全然足りてなかったんですけど今思えば、うんうん、で28の時に、うん、本当にやりたいかって再度聞かれて、ずっと変わってないです、うん、やりたいです、よし分かったってって言って、今のスティンガー東京が、あれ途中北海道挟んでませんでした？あ、その前はそうです、北海道も、23ぐらいの時かな、うん、に札幌店が出て、あ、でそっちでも働いたんですか？そっちはまあ行ってはないんですけど、あ、手伝いとかで働いたことはあります、うん、1週間ぐらい、うん、はいはい、うん、まあ、あ、じゃあ立ち上げを手伝うみたいな。そうです、もう最初だけゲストで行って、うん、はいはいはい、だけまあ直接がっつりは関わってないんですけど、うん、あ、じゃあそれで4年越しにその東京でお店をやりました。それが今のスティンガー、うん、そうです、そうです、歌舞伎町の、はい、もうその時の上京した時の心境とかどんなだったんですか？いや、ようやく来れたっていう、まあ、4年待ったんで、はい、自分の中ではずっと早く東京に来たいって、うん、もう先走ってた気持ちは、はい、うん、少年院と一緒ですね、早く出たい、でもうすごい長く感じましたけど、うんうんうん、まあ出てきてかなり噂になったんですよね。 あのスティンガーが福岡から、あ、じゃあそんだけ有名だったんですね、スティンガーって。そうですね、で僕もその若い時から雑誌とかに出させてもらってて、はいはいはい、あの一応全国雑誌、あ、モデルとかですか？モデルとして。あ、そうです、そうです。へえ、で一応いろんなつながりは持ってたんで、はいはい、いろんな有名な方たちとかで、そこで厳しさは聞いてたんですけど、うん、実際に働いたこともないし、東京のお客様もね、うん、あの層も分かんないし、うん、どういうホストたちがいるのかとかも、うんうん、まあ、有名どころしか知らないんで、はいはい、若い子たちがどうやって食っていけるのかとかも分かんないし、うん、経営もしたことないんで、うん、もう無知の状態ですよね、はいはい、ただ俺はできるっていう自信だけを、うん、根拠のない自信持って、うんうん、東京に来たんで、最初はもうイケイケでしたね。もうお客様もバンバン入るし、もう全部断らないけんぐらい。お客さんは初めゼロなわけですよね、まあ、ある程度その知り合いとか多少いたとしても、うん、基本もう福岡のお客様を連れてきたりもしてないので、うん、もう一からもう一回やろうっていう気持ちで来たんで、こっちに、うんうん、もう東京ではある程度噂になってたんで、うん、来るぞスティンガーがって、うんうん、だからもう最初はすごかったですね本当に。でそれはその噂を聞きつけてくる新規のお客さんがいっぱい来たってことですか？そうです、そうです。へえ。やっぱお客様なりやすいというか、うん、やっぱり目がけて来てくれてるんで、うん、でまあ一番知名度があったのが僕で、うん、まあ、売り出してもらってたんで、うん、お客様も組数ももう一人じゃ抱えれんぐらい、うんうん、若い子たちも、うん、ある程度やっぱもうみんな実力持ってこっちに一緒に来た子たちもいるんで、うん、何十人っていうお客様が一気にできて、うんうんうん、新規も知名のお客様ももう毎日断ってました。あ、じゃあ普通お店やるとスタート苦戦して徐々にっていうんじゃなく、いきなりドーンってブレイクしたんですね。はい、じゃあもうその時は歌舞伎町ちょろいなって思ったんじゃないですか？ぶっちゃけ思いました。やっぱり楽勝やなって思いましたね。うんうん、あ、やっぱいけるわ、俺の自信は間違ってなかったって思いました。うんうん、そこから2年目3年目入る前ぐらいかな、うん、に徐々にやっぱりこう減っていったんですよ。もちろん紹介のお客様の数も1年2年経ったらやっぱりある程度落ち着いて来てしまってくるんで、自分のお客様も会う会わないとか離れていったお客様ももちろんたくさんいるんで、でほっと気づいた時に初めてまずいなと思ったんですよ。1日の組数がすごい極端に減って、なんでかなっていう、これでいいと思いよったのに、うん、なんでこんな風になってしまったんだろうって初めて考えました。はいはい、なんでっていう。え、理由はあったんですか？理由としてはもう一つだけですかね。僕が進化を怠ったんですよ。うんうんうん、これでいいと思ったんで現状維持。
このままずっとこれが続くと思ってました。なので何も変えなかったんですよ、何か新しいこともせんし、かといって何か削ったりもせんし、これでいいと思ってたんで。まあそんだけお客さん来たらそれをこなすだけでも大変ですもんね、はい。まあ、一生懸命やってはいたけど進化してなかったってことですか。現状維持、やっぱり現状維持って衰退でしかないなっていうのは本当に一番身に染みましたね、その時は。その時の、まあ、それに気づいた時の焦りとか、そこからどう盛り返していくとか、どのように戦略を立て、どう考え、どのように動いていったんですか。まずは何がダメでこうなったんだろうっていう原因を探すじゃないですか、ただやっぱり進化を怠ったっていうことに気づいて、じゃあ進化って何なんだろうになるじゃないですか、だから歌舞伎町っていうこの町の特性をもともと知らないで来てるんで勉強しなきゃいけなかったんですけど、これで正解だと思ってそのまま貫いてやってしまってたんで何一つ取り入れなかったんですよ、この歌舞伎町という町の特性、やり方、お客様の層、合わせることもしなかったし、むしろこのスタイルでやってたんで、まずそこから変えました。やっぱりもう少しここに馴染んでいかないけんな、特性を取り入れていかなきゃいけないな、だけお客様も離れたし、従業員も入らない、歌舞伎町の特性ってその福岡と違うところで言うとどういったところがあるんですか。最近で言うなら基本自由、基本自由、バシッとしたピラミッドはあるけども、その中でやっぱ人を使うっていうことじゃないですか、トップっていうか経営者としては、そこに気持ちだけじゃついてこれない子たちがたくさんいる、九州っていうのは結構気持ちでついてきてくれる人が多いんですよ、例えばそんなに稼げてなくても、この店が好きだから、この人が好きだから、尊敬してるから、やりたい、やらせてください、一緒にやりましょうっていう志、連帯感とかのチーム戦というか、志チームなのに対してこっちは志だけじゃやっていけない、気持ちだけじゃ食っていけない、そして他にもたくさん魅力的なお店が、選択肢がある、びっくりするぐらいたくさんある、200店舗300店舗あるって言われてるんで、僕志だけでやってたんですよ、気持ちだけで。そこで初めてやっぱり気持ちだけじゃ人はついてこんのや、っていうことを学んで、お金もそうやけど、その子が求めてるもの、従業員、お客様にはいつも求めてるものを確認して、聞くわけじゃないですけど、話しながら、あ、この人は何を求めとるんだろうっていうのを、やっぱそこを提供するのがホストの仕事だと思ってるんで、従業員にも何を求めてるんだろうっていうのを提供しなきゃいけないと思ったんですよ。従業員にとって都合のいい会社じゃないといけないみたいな、お店じゃないといけない、悪く言えばそうなんですけどね、自分が働きやすい環境、求めるものって働いてる人によって全然違いますもんね。全く違います、全員違うんで、それを全部取り入れるって大変ですよね。そうなんですよ、なんで全部が全部は取れてないんですけど、やっぱうちのスティンガーのお店の良さっていうのはやっぱりこう気持ちを、やっぱ僕がそうなんで、やっぱ気持ちをすごい一番大切にしてて、みんなで盛り上げていこうや、みんなで上がっていこうなっていう、こいつはいいけどこいつはね売れるけ、こっちにめちゃくちゃ目かけようとかいうタイプではなく、この子がどうやったら売れるかな、もう全然芽が出ない、花咲かない子でも、僕は一緒にこうやって働いてきたその絆とかを大切にしてるんで、どうやったらこいつ売れるかなっていうのをやっぱ考えて一緒に引き上げていくというか、希望を捨てないというか、でもそれって福岡スタイルなんじゃないですか。まあ捨てないというか、中身の部分は福岡スタイルですけど、例えば自由出勤がいいですとか言ってくる子たちには、その子にとって自由と思ってもらえる仕事のスタイルっていうのをこっちがちゃんと組んで提供するっていう風になりました。今までは自由出勤がいいですって、まあ、舐めとんかと、ホスト、そんなんでやれるかと、いらんわ、じゃあ自由出勤がいいとかいうやつ、そもそも気合も入ってないし、そんなやつ仲間に入れれんっていう感覚だったんですけど、自由出勤がいいんやね、例えばどういう感じがいいとかなるほど、じゃあ週3、4、好きな時に出ていいよとか、
決めて、うんうんうん、合わせるようになりましたね、少しやっぱその人のライフスタイルに寄り添ってあげて、うんうん、出勤の希望とかも聞くようになったりとか、うんうん、まあ、この辺の融通を聞かせると言いますか、うんうん、Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always welcome the wild side.